28点の応募から入賞した3点のうち、今日は粕屋中学校2年の松井いろはさんと渡田かりんさんの2人の作品に表彰状が贈られました。2人のポスターには消えない後悔のメッセージとともに車やビールが描かれています。後悔するよという強いメッセージを込めました。飲酒運転をやめてほしいなと思います。このコンクールは成人する前から飲酒運転の撲滅に関心を持ってもらおうと粕屋警察署などが主催したものです。入賞したポスターは今後交通安全の催しで使われます。